ございました。津軽三味線演奏者と DJ と作曲の活動をしている山本亜希と申します。私が今手に持っているのは太棹三味線という楽器で、私はこの楽器で津軽民謡を弾く津軽三味線という演奏をしています。私がこの楽器を手にしたのは9歳の時で、きっかけは周りの友達がみんなピアノを習い始めた時に、人と違うことがしたいなと思って、津軽三味線を始めました。そして18歳になって今この目の前にある PCDJ というのに触れて DJ 活動を始めます。でそれから今21なんですけど、4年間ぐらい津軽三味線と DJ と別々の活動をしていたんですが、ある日よくよく考えると、まあ、津軽三味線弾ける人って身近にそんなにいないと思うんですけど、全国見てみたら意外と弾ける人いっぱいいるんですよ。で DJ にしてみると、今スマートフォンとかパソコンにアプリ入れるだけでボタンを押せば誰でも私 DJ ですって言える世界になってるので、私人と違うことがしたくて始めたのにみんなができることやってると思って、あれと思って、で自分すごくその生きることに対して個性とか自分が存在する意味みたいなのを考えるところがあって、先ほどのスピーカーの方のお話にも個性という言葉が出てきましたが、個性というのはその人その人が個人個人が考えたことを自分の体を使って最大限に表現することだと思うんですね。で、まあ、人間って背格好とか顔とか違くて見た目とかもみんな人それぞれ違うって言いますけど、私からしてみると顔があって手があって足があって同じじゃないかと。で顔とかも化粧とか整形とかどうにでもなるから、その見た目の面白さとか見た目で個性を表現することが私にとってすごく面白くないことだなと思って、でじゃあ自分何を使って個性を表そうかって考えた時に、私には2つの武器、三味線と DJ があるなと思って、それでまあ誰もやったことのないことで、 DJ と三味線のコラボレーション、誰かが DJ して誰かが三味線を弾くっていうのはいろいろあるんですけど、それを一緒にやる人は見たことなかったので、それをやろうと思ってこういった演奏活動をしています。ただ個性を出そうとか人と違うことをやろうと思うときに大切なのが基礎がないと、いきなり違うことをやってもただの奇抜になったり受け入れてもらえなかったりするので、今日は最後に津軽三味線、津軽民謡の代表といえる津軽ジョンカラ節を弾きたいと思います。お聴きください。ありがとうございました。